ゴールパイナイサー、ちょっとちっちゃい声。あ、ありがとうございます。ファンの皆さん、ありがとうございます。ファンのおばさま方がいらっしゃいます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと黙ってく、ちょっと。はい、今日はですね、あさみゴルフクラブさんで、やらさせてもらっております。今日は対戦でございます。対戦者を紹介したいと思います。この方です、どうぞ。はい、よろしくお願いします。遠藤里乃選手です。よろしくお願いします。遠藤さんはですね、埼玉栄、はい、そうですね、埼玉栄高校のご出身でですね、はい、渡辺彩香さんとかと同級生、うん、同級生です。うわー、はい、ということで一番あのノリノリの時の埼玉栄高校で、さっきあのちょっとハーフね、先に回ってたんですけども、大変な話もいろいろ伺いました。大変やったというか、まあ、頑張ってたというところの話を聞きましたんで、はい、そういうところもまあちょっとね、紹介しながらやっていきたいと思いますんで、今日はマッチプレーで、はい、はい、お願いします。お願いします。なのでなんとかついていきたいと思ってますけども頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ1番ホール、南1番ホールでございます。395ヤードでございますけども、どっちから打ちますか。どっちでもいいですか。どっちでもいいです。じゃあじゃんけんしましょう。はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、はい、どっちがいい。私、うん、勝ったから、勝ったから、ちょっとそれ選んでください。はい、勝った方が先かなと思って。あ、じゃあ勝った方が先でしょう。はいはい、 OK です。はい、よし。遠藤さん、リノちゃんでいいかな。はい、リノちゃんで、はい、リノちゃんからです。頑張ります。はい、結構左傾斜ですね。ですね。だから右打っても左に来ると思います。ですね。右でもよしと思って。はい、前半ね、回ってて思ったんですけどね、グリーンがやばいです。はい。ね。グリーン難しかった。そうそう。だからそこまで頑張ろうと思います。そうですね。はい。よし。よし。頑張るぞ。頑張るぞ。よいしょ。お願いします。お願いします。うん、ナイス。ありがとうございます。もう左来ますね、完全に。はい、完璧。はい、いいとこ。いい感じです。はい、ナイスです。ありがとうございます。いいとこ打ってる。めっちゃ褒めてくれる。いやいやいや、ほんまにええとこ打ってる。いや、ありがとうございます。どうでもそう、狙い通り。はい、頑張るぞ。お願いします。お願いします。あ、素晴らしい。大丈夫、俺も同じようなとこ。いや、フェアもいい感じじゃないですか。はい、同じようなとこ。はい、あ、いい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 、落ちてる、落ちてる。はい、ナイスショー。フェアウェイ、素晴らしい。いい、ほぼ一緒。いいですね、いい勝負ですね。ありがとうございます。あ、拍手いただいて。ギャラリーの皆さんが頑張ってください。すごい、ファン多い。ファン多いですね。ね、いい、ありがとうございます。いい方たちばかり。本当だ、あさみさん。ほんまやわ、あさみゴルフに来てはる人だ。素晴らしい。嬉しいですね、ああやって拍手されるとね。ほんまですよ。嬉しい、嬉しい。ほんまや、全然ツアー行ってるわけちゃうのに。すごい、ね、すごい。いや、いいショットでしたね。いや、よかったです。ちょっと緊張しました。いや、全然。あ、いや、全然緊張せえへんねや。そう、楽しみでしまった。あ、うわ、これはやばいな。いや、もうでもね、はい、あの、うん、南難しいですから。いや、そうなんですよ。はい、あさみさん本来ね、うん、入れるんですけども、今日はですね、昨日一昨日と雨降ったから、うん、ちょっと入れないということで、今日はですね、普通のカート道になりますけど。あ、2人ともフェアウェイ。うわー、同じようなとこ。うわ、いい感じ。どっちが飛んでるかやな。でも、ライオンさんめっちゃ飛んでましたよ。いやいやいや、同じぐらい、ほんまに。でもまあ、はい、私もまあまあ飛んだ。ね、飛んだ。いいとこ、いいとこ。はい、ちょっとグリーン見ときましょう。はい、右の、ほんまやわ。端っこに来て。ピンまで131ヤードです。はい、
な。風が、はい、右からアゲンスト。最初でしたね。ありがとうございます。はい、私139で、今の本当は8番持ちたかったんですけど、めちゃくちゃ風来たから7番にします。一緒やったな今で。ちょい手前、まあまあまあアプローチ勝負。ちょっと風強かったですね。風が ね後半吹いてきた。確かに前半よりも吹いてますね。ね、吹いてますね。ということで私も乗りませんでした。いやでもまあまあまあしょうがないですよ。アプローチ勝負ですね。ね、まあそこからならね、はい、2人ともまあ寄せられそうな。そんなに。うん。でも持ち替えたのに結構上げてますね。いや本当です。ちょっとでも薄かったです。ちょっと。ああ。はい。でもね。うん。じゃ逆に8番だったらもっと手前だったから良かったですね。変えといて。グリーン奥。ま、うわやばい。入れ。うわ。ありがとうございます。ちょっとあのはい。オッケー。最初からもう入れる気で頑張ります。うーんま、入れに来てたな今。うーんま、うーんま。私12ヤード、僕も58度で行きます。うわ、また薄いしば。ハーフトップみたいになったけど、あれを入れよう。はい、あれです、はい、あれを入れよう。パパッツ。はい、ギュッ。ナイスパー。よっしー。打ちます。どっちでもいいですよ。いいですけど。いや、もう任せます。いいですか、パターやらなくて。じゃあやりますやっといた方がいいですもんね。そうそう、やっといた方がいいと思ってます。ほんまは打たしたくないです。ほんまは打たしたくないけどちょっと浅見油断できへんからこれは大丈夫ですよ、ね、確かに。はい、ナイス。はい、はい、どうも。いや、すみません、失礼やったんですけど。いやいやいや、全然あの、ほんまに。いや、私も練習したかったんで全然大丈夫です、はい、全然期待気持ちあるんちゃうかなの方のあの、打たす方でした。本番は打たさなかったですけどね。はい、お互いパーパーで、はい、いや、ナイスパーでした。はい、ナイスでした。よかった。微妙な距離のナイスパットでしたね。いやドキドキした。先につけてプレッシャーかけたのにな。すごい、いきなりドキドキしたなありがたいな。みんな見てくださってるね。本当だ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録してくれてんのかな。ただ見てるだけかも。前方に交差点があります、まあ、でもそれでもいいんですよ。一旦停止してください。見てくれてるだけでありがとうございます、ね、興味を持ってくださってるってことですもんね。そうそうそう、はい、さあ行きましょう。攻めちゃってください。はい、あれちょっと待って、
ステルス傷ついてる。ここに傷ついてる。ああ、本当だ。これ嫌。あれ。ニュークラブ。お前や。悲しい。バットとこすって。ああ、悲しい。まあいいや。気を取り直して。はい。傷ついてるけど、なんとかメンタル強いっすね。ちょっと消しゴムでなんとかやりますわ。いやすごいっすね、はい、その傷ついてショックの中打ってる球とは思えないナイスショットでした。確かにめちゃめちゃいいショット。ちょっとカバーしときます。カバーした方がいいっすよ絶対。いやでもね、これあのカバーもこのライオンちゃんがね外れちゃうんすよ。そうなんですよ。よし、いやー今まっすぐ行ったな。いやめちゃめちゃナイスショットでしたね。本当はあそこからフェードするかなと思って。いやもう完璧ですね。今よかった。あのキースレスレのあの松山英樹選手もびっくりするほどのナイスショットでしたね。めっちゃ褒めてくれる。褒めてくれます。楽しいですラウンドが。いやでもあれですよね、そのプロテストを、はい、プロ目指しながら、はい、レッスンもされてるんですよ。はい、せやから褒め上手なんです。そうなんです。いやでも本当にナイスショットだったんで。あ、まあまあ、事実しか言わないですよ。はい、いやだから、ほなもう何年プロテストやってるんですか。そうですね、5回受けてるか、はい、うわーそうか。それでもなかなか厳しいですよ。うわーそうですか。厳しい世界です。いやそうよな。そうね、そうなのよね。本当に大変な世界ですよね、プロ。お笑いっていつでもプロって言えるからね。めちゃくちゃです。普通にバイトで生活してるやつもプロって言いますからね。お笑いめちゃくちゃです。そんなことないです。お笑い界大変じゃないですか。いやまあお笑い界もねもちろん大変なんですけど、まあどの道行くにしても全然大変ですけど、お笑い界はもうあの奇跡の一発屋というのがありますから、その一発、一発でも折れればいい。まあまあまあそうね、ずっと使えるネタがあれば。ああ、でも新ネタ作らへんのかいってめっちゃ言われますよ。なんか作ってくださいよ。作らないです。作らないんです。もう断言しちゃう。ありがとうございます。しかもラフやからちょっと止まらんから。ああ、やばい、左打ってもた。止まれ止まれ。あ、奥行った。でも残ってます、見えてます。あ、オッケー。あー、カナです。あ、ちょっとね薄いんで、あそこ芝がパターにしておきます。はい、ただリノちゃんもむずいんよ。いや私も難しいですよ。そうなかなか。せやから距離は短いけど、うねうね。はい、こっちの方が優しそう。いやこれ私も、いやそう、こっち、こっ
ちが行くの。すごい下りやし。ワイヤーさんのところの方がまだ簡単ですよ。そうそうそう。乗っててもむずい。結構下ってます。そうですね。これが難しいな。難しい。はい、大事なパーパット。大事なパーパット。そんな曲がらなかった。どうや。よっしゃー。すごい。クライティング。うわー。ちょっと熱なってもたいわ。いやでも激熱ですね、この勝負。めちゃくちゃいい勝負してますね。いやもうめっちゃ難しい。ほんまに私はもうちょっとね、タッチ合わせに。そうそうそう、いやタッチ合わせに行くよ。ちょっとバーディー狙いに行けなかったですね、うん、あれは。すごい下りの狙ったら行っちゃいそうなんで。ね、コブのとこやったからちょっと合わせちゃったな。はい、うん、8番や、はい、8番や。右からちょっと来て、ゴーゴー、うわ、すじてる、うわうまーナイスショー、ありがとうございます。うまー、やべープレッシャー、ここまでイーブンできてたのに。ちげーよ、どうしよう。ニアピンしようかな。お前あんなニアピンやワンピンないですね。ない。どうしようどうしよう。俺は7にします。ちょっとだけアゲンスト気になってんねんな。近っ、寄せだな。いやちょっとトップやけど、うん、いやでもピン方向オーケー。あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスオー。おーし、オッケー。とりあえず乗っとけば、乗っとけばまあまあまあなんとか。昨日筋トレして、はい、体バキバキなんですよ。アピールめっちゃするんですよ。いや、本当今も筋肉痛ですよ。腰がもうデッドリフトでやられてますよ。はい、本当に筋肉痛です。やのにね。だからちょっと筋肉痛ぐらいの方がいいのかもしれない。なるほどね。もう試合前筋トレしよう。そうね、その方が、はい、の方がいいかもしれない。力まないかもしれないですね。はい、確かに。よし、バーディーパット。ちょっと待ってくださいね。それが入れられたらかなり気持ちが、はい、ゆっくり、ね、ゆっくり読んでください。でもなこれショートはあかんけど、ショート植え付けたらややこいねんな。難しい。パーでええんちゃう。弱気な発言する、弱気な発言するな。いいんですか、パーで入れちゃいますよ。ねね、パーやかん、パーやったか。プレッシャーかけれないですよ。お前は、せやせや。よし。ちょ、フック、入れる。来い、ゴールファイナルさー。マジかー。
しゃーしゃーこれプレッシャーね。横なんですよ、横なんです。ちょっとちょっと緊張してきた、緊張感ある。これはこれはだいぶプレッシャーですね。集中しよう。ナイスバーディー返し、バーディー返し、ありがとうございます。いやー、いい勝負してますね。返された。いやでもこれはめちゃくちゃプレッシャーありましたよ。普通だとなんてことないバーディーパット。そうですね、確かに。いやもういいですね、プレッシャーかけられました。はい、はい、ということでございまして、3ホール終わりました、前半。ということで私がワンアンダー、そしてリノちゃんもワンアンダー。はい、ということでイーブンですね。イーブン、うーわー、はい、オールスクエアというやつです。スコアもマッチもイーブン、本当ですね。いやー、よう入れた。いやー、気づいてないかもしれないですけど、俺ほとんどグリーン乗ってないですよ。いや、すごい。そうなんですよ、すです、ね、だからパーでしのいでる、うん、確かに確かに、ね、でまたグリーンがバーディーパットむずいんですよね、意外とね。 いやだからこの後どうなるか、皆さんご覧いただければと思います。お願いします。はい、というわけでここまででございます。どうもありがとうございます。続きも見てね、見てね。